こんにちは、ギタリストの出羽ひろきです。よくウクレレ弾いてて他のウクレレプレイヤーの方に、まあ、生徒さんとかに驚かれるのが、ウクレレってピック使っていいんですかっていうことです。僕はもうウクレレピックで弾くのが好きなのでよく使ってるんですが、結構意外な方もいらっしゃると思います。なのでウクレレ指で弾くのとピックで弾くのどう音が違うの、使っていいのっていうのについて解説していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。さてさて、まずは同じフレーズを指とピックで両方弾いて聴き比べてみましょう。まず単音のフレーズでいきますね。で、これは親人オルタネートで弾いていきます。親人オルタネートについては前の動画で解説したので、ぜひよかったらご覧ください。では弾いていってみます。さて、次ピック使っていきます。さてさて、いかがでしょう。全然キャラクターが違いますよね。で、どっちがいいとか悪いとかっていうことではなくて、これ両方ともすごくいい音です。で、曲によって使い分けたいですよね。なのでウクレレピックでね、弾くイメージなくてももう全然ピックで弾いちゃっていいです。ウクレレ用のフェルトのものとかありますけど、そうじゃなくて普通のギターとかで使うこういうなんていうんでしょう、プラスチックみたいな材のピックでもね、いいと思います。じゃあちょっとどんどん弾き比べて聴いていってみましょうね。次、アルペジオです。さて、これが指アルペジオ。じゃあ、ピックを使ったアルペジオ弾いてみましょう。はい、いかがでしょうか。僕のイメージとしては指の方がこう中域が厚い、まあ、表現で言うとあったかい音がするかなと思います。で、ピックの方は結構この当たってるのが硬質なものなんで、声域の部分が当たった綺麗な透明感のある音になるかなと思います。で、このさっきやった指アルペジオについてもまた動画出しているので、もしよかったらそちらもご覧くださいね。さて、じゃあ今度ピックがね、ウクレレピック使えるっていうことが分かったので、ピックの材質とか厚さ変えてちょっと試してみましょうか。今ずっと使ってたのはダダリオのおにぎり型の 0.7 ですね。こんなやつ、このやつ使ってました。で、これ使ってたんですけど、まあちょっとこれでまずこれ使ってから他の材のやつも使ってみましょう。じゃあ同じフレーズでいきますね。ちょっと今度続けていきます。まずメロディで、アルペジオ。はい、で次ピック変えます。じゃあ極端な方に振りましょうか。ですね、使うのがアダマスグラファイト 2mm、 こんなピックです。確か商品名は、15R かな。うん。よし、じゃあちょっとこれで同じことやってみますね。いきまーす。はい、いかがでしょう。僕の印象としてはおにぎり型、薄い方ですね。薄い方は広域の部分が立ってる感じがします。で、音と重心としては厚い感じですね。で、アダマス、こっち 2mm のすごく厚いやつなんですけど、こっちの方はどっちかというと中域の部分があったかい響きがします。で、これメロディーとかね、単音弾くとすごい綺麗だなと思います。僕がこの2つのピック使い分けるんであれば、例えば伴奏のストロークの方はおにぎり型の薄いやつで、こう、なんて言うんでしょう、広域が綺麗なシャカシャカした感じのね、音入れて伴奏して、透明感のある感じの伴奏して、メロディーの方はこっちの 15R の厚い太さのあるあったかい音のメロディーを入れるっていう使い方をするかなと思います。で、まあ、アコギなんですけど、いろんなピックを弾き比べた動画もあるんで、ちょっとそちらもご覧くださいね。
で、同じピックでもいろんな構え方があったりとか、まあ、当てる方向とかね、あのピックのどっちの向きでこうやって持つのか、こうやって持つのかとかあったりして、で、同じピックでもだいぶ音変わります。なので、ぜひぜひウクレレピックで弾いてみたいっていう方は、もうピックの材質、厚さとかだけじゃなくて、どうやって構えるかなとか、どっちの方向で弾くかなっていうことも実験してもらえるときっと自分の理想の音に近づくはずです。さてさて、いかがでしたでしょうか。なんとなくね、イメージとして、ピックってこう、ギターで使うもので、で、ウクレレは指で弾くみたいなね、イメージがあったりしますけど、全然そんなことなくて、もう、自分の理想的な音が出るんであれば、もうどんなものでも使ってください。もうここに関してはやっぱりね、自由に、そこの発想の幅が楽器面白いところだと思うんで、他にもギター、ウクレレ問わず、まあ、弦楽器の扱い方、まあ、広く言うと音楽、について他の動画でも解説しているので、もしよかったら見てみてください。本日もありがとうございました。もし他の動画が気になるとか、今日の動画が良かったと思ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。番組の最後に、この番組の情報だとか、レッスンだとか、そういったことのリンクがございますので、もしよかったらそちらも合わせてご覧ください。ではありがとうございました。ではひろきでした。またお会いしましょう。